どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アラカ航空のマイルで、スターラックスのね、飛行機の特典航空券がですね、発見できるようになりましたということで、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、いやね、 と来ましたね。こちらは結構前にですね、発表時代はですね、あったんですよね。スターラックス航空がですね、アラスカ航空と、まあ、パートナーシップみたいな感じで、えー、提携をして、このアラスカ航空のマイルでスターラックス航空のね、特典航空券発見できるようになりますよ。またね、それは夏ぐらいになるんじゃないかみたいな。まあ私の動画ではですね、細かい話かなんかで多分取り上げたと思うんですけども、まあ今回ね、やっと実装されましたということで、もうね、すでに取れるようになって おりますで、このね、スターラックス航空っていうのはですね、台湾のね、エミレーツ航空を目指すっていう感じでね、宣言してる航空会社で、フルサービスのね、えー、航空会社になるわけなんですけども、現在ね、日本にもね、結構就航しておりまして、今ね、札幌、仙台、東京、大阪、福岡、熊本、沖縄、こちらにね、このスターラックス航空は台湾からですね、就航しているっていった形になります。まあ、ここ以外にもですね、台北からね、東南アジア、セブ、あとね、アメリカ路線は まあ、ロサンゼルス、またね、東南アジアとかにもですね、結構幅広くね、就航しているっていう風になっておりまして、こちらね、2年前ぐらいね、私、ステータスマッチのね、動画でも触れさせていただいたんですけども、その頃に比べるとね、 日本路線なんで東京と大阪しかね、当時まだ通ってなかったんですけども、今ね、かなりね、利用することができるようになりましたよね。で、またですね、このスターラックス航空っていうのは、アライアンスにね、加盟してないんですよね。ですけども、今回ね、アラスカ航空のマイルで発見できるようになったっていう感じなんですけども、アライアンスにね、加盟しておりませんので、スターラックス航空は。ですので、アラスカ航空以外のマイルでですね、このね、スターラックス航空の特典航空券って発見できないんですよね。 ですので、まあ、今後ね、スターラックス航空の飛行機にね、お得に乗りたいんだったら、まあ、アラスカ航空のマイルにね、交換していただいて、まあ、発見していただくのがね、いいかなっていう感じになります。で、気になるね、必要マイル数なんですけども、こちらね、2023年の8月31日まで限定でね、今の必要マイル数がね、公開されているっていう風になっているみたいで、東京、台北、こちらのエコノミークラスが 7万5000マイル、プレーコ1万マイル、ビジネス1万5000マイルって言った形になります。で、台北から ロサンゼルスですね。こちらエコノミークラスで2万マイル、プレイコ4万マイル、ビジネス6万マイルっていった形になります。またね、東南アジア路線の台北シンガポールとかプララルンプールとかね、まあ、ここら辺がエコノミークラスで2万5千マイル、プレイコ3万2500マイル、ビジネス5万マイルっていう風になります。ですので、このね、期間限定にはね、なってしまっているわけなんですけども、必要マイル数めちゃくちゃ少ないですよね。東京から台北のね、 エコノミークラス7500マイルはね、ちょっとやばいですよね。ビジネスでもね、15000マイルで片道発見できてしまうっていう風になりますし、台北からにはなってしまいますけども、アメリカ本土の路線もね、エコノミークラス2万マイルから発見できますからね、かなりすごいですよね。ですので、 アラスカ航空のマイルっていうのは、マリオットボンボイポイントからね、えー、交換するか、またね、ポイントサイトハピタスで、えー、マリオットポイント経由してね、交換していただく必要があるわけなんですけども、6万ポイントね、マリオットポイント交換すれば、2万5千マイルね、交換することができるっていうふうになりますんで、東京の台北のね、プレイコとかだったらね、6万マイル、6万ポイントか交換していただいて、2万5千マイルなんでね、プレーコで往復することもできるっていうふうになりますんで、 いやね、これはすごいですよね。まあ8月31日まで限定にはなってしまうわけなんですけども、まあこの機会にですね、このスターラックス航空のね、就航している路線ね、えー、利用されたいっていう方はですね、ぜひね、検索してみていただければなと思います。またですね、アラスカ航空っていうのは、片道の特典航空券でも途中航機、ストップオーバーはね、許されているっていうふうになりますんで、一冊のね、特典航空券で クアラルンプール、タイペイ、ロサンゼルスみたいな。まあ、こういったね、路線も、えー、検索することができて、えー、利用することができるんですよね。で、ストップオーバーがね、許されているっていうふうになりますんで、クアラルンプール、タイペイで、タイペイで数日滞在して、えー、最終的にロサンゼルスで滞在するみたいな。まあ、そういったこともね、利用することができます。別切りで、ね、発見してしまうと、クアラルンプールからタイペイっていうのが2万5千マイル。タイペイからロサンゼルスが2万マイル。合計4万5千マイルでね、発見することができるんですけども、 これをね、投資で、複数都市検索でね、検索していただくと、42,500マイルでね、発見することができます。もちろんね、アラスカ航空、ちょっと言ってなかったですけども、あの、アラスカ航空はね、ネインサーチャージかからないっていうふうになりますんで、プラスね、70ドルとか80ドルはね、まあ、そのぐらいで発見することができます。まあ、こちらのね、今紹介したね、この、クアラルンプールからタイペイで、タイペイからサンデルス。ここはね、あの、スターラックス航空のね、飛行機に乗りたいんだったら、まあ、この必要マイルスになるんですけども、クアラルンプールから台北 まあこのねアジア間のねあの路線に関してはアラスカ航空ねあのキャセイが飛んでますのでキャセイで発見するとね1万2500マイルとかで、ね、発見することができますのでスターラックス航空を乗りたいんだったらさっきのねマイル数もしねキャセイでもいいんであれば、まあ、これ別着で、ね、発見してしまえば3万2500マイルで、えー、クアラルンプールから台北を経由して。 ロサンゼルスなんかもね、利用することができるっていうふうになりますんで、まあこのね、複数都市っていうのもですね、このアースカ航空の飛、ね、躍画面で、あの、複数都市でね、ユーズマイル、マイルで検索していただくとね、まあ、出てくるっていうふうになるわけなんですけども、これもね、よく検索していただいて、利用していただく必要があるんですけども、このストップオーバーもね、片道から利用することができるっていうふうになりますんで、これはね、ぜひ覚えておいていただければなぁと、 思いますで、またですね、ロサンゼルスから台北で、台北からシンガポール。これをね、全部ビジネスクラスで発見すると、8万5000マイルで発見することができます。これね、別切りだとね、11万マイルぐらいね、かかるわけなんですけども、まあ、両方ともね、全クラスね、ビジネスクラスで、ロサンゼルスからシンガポールまでね、行って、またね、 ストップオーバーもね利用することができてビジネスクラスでね8万5千ルで利用することができるっていう風になりますのでまあ、こういった使い方もねかなりお得っていう風になりますのでまあストップオーバーねそこまで利用される方多くないと思うんですけども一応こういう方法もねありますよっていうのはね覚えておいてくださいまあこちらねロサンゼルス台北経由のシンガポールこれね逆でも行けますんでシンガポールから台北経由のロスみたいなまあそういった感じでもね利用することができるっていう形になりますまあスターラックス 航空自体がね台北がね。あの出発地っていう風になりますんで、まあ、どちらにしてもですね。どっかまで行かないとね。あのー、利用することができないんですけどもまあ、東京からね。台北え、エコノミークラス7500マイルでね。発見できますんでまあ、そこからね。 ロサンゼルス行っていただいてもね、いいと思いますし、そこからね、アジアの方飛んでもね、まあいいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、まあ今回ね、かなりお得にね、発見することができるっていうふうになりますんで、スターラックス航空はですね、先ほども言った通りね、他のマイルでね、発見することができませんので、利用されたい方ね、かなり多かったと思うんですけども、まあ今回ね、利用することができるっていうふうになりますんで、アラスカ航空のね、必要マイル数は、会員登録とね、アプリダウンロードしていただくだけで検索することもできる っていう風になりますし、そのマイルがなくてもね検索ができますで、できればですね PC でね予約 検索でした方が、まあ、カレンダー表示とかもね、見ることができたり、あと複数都市検索もね、利用することができたりいたしますので、まあ、できれば PC でね、検索していただいた方がね、ストップオーバーとかも検索できるので、まあ、いいのかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、興味のある方はですね、ぜひね、アラスカ航空の今回のね、スターラックス航空発見ね、検索ね、してみていただければなぁと思います。いやー、東京台北エコノミークラス7500マイルはちょっと、 すごいですよね。一応ね、8月31日までっていう風になっておりますんで、ぜひね、利用していただければなと思います。それでは次にですね、今回ね、スターラックス航空ということで、もうね、3年前になるんですね。皆さん、私の動画ずっと見ていただいている方は知ってると思うんですけども、スターラックス航空っていうのはね、あそこに飾ってあるんですけども、 スターラックス航空はステータスマッチをね、2020年に行ってたんですよね。で、その時にね、解説動画も出させていただいて、私もね、あの、その時ね、ANA のダイヤモンドね、持っておりましたので、ステータスマッチしたんですよね。私は2025年の2月までね、インサイダーっていうのかなインサイダーでいいのかなちょっと読み方わかんないですけども、最上級のね、ステータスを今もね、持ってるんですよね。ですので、私の動画ね、見てた方はですね、おそらくね、 まだステータスあるんじゃないかななんていう風に思いますので、こちらもね、ぜひチェックしてみてください。あの、日本発はね、どこだったかな ?JAL だったかなちょっと JAL のサプララウンジが指定ラウンジだっ,たのだった気がするんですけども、ちょっと違うかもしれないですけどね。台北のね、あの、出発のところはですね、あの、スターラックスのね、ラウンジとかもね、利用することができるっていう風になりますんで、ステータス持ってる方はですね、ぜひね、利用してみていただければななんていう風に思うんですよね。 ということで、今回の動画はね。こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方はいいね。チャンネル登録、ぜひお願いいたします。私、ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイはい、ということで今回ですね。ちょっとおまけ動画ね。作らせていただきました。今ですね。tiktok ライトのキャンペーンがね。非常に激アツということでこちらね。 あの、本来はですね、こちら登録して毎日ね、動画を見て、7日間動画を見たらポイントがもらえる、ま、5000分のね、選べるペイがもらえるキャンペーンなんですけども、なんとですね、こちら動画見なくて毎日ね、ポチポチするだけでポイントがもらえてしまうっていうふうになりまして、これね、一応癖ありキャンペーンなんで、TikTok のキャンペーンなんで、ちょっとね、あの、利用したい方向けにはなるんですけども、あの、概要欄にね、 載せておきますので、そちらがねダウンロードしていただいて、まあ、こちらのねあの図の通りですね、ポチポチポチと押していただいて、えチェックインしていただくだけで、7日間ねえ、チェックインしていただくだけで、こちらね、5000もらえてしまうっていうね、すごいお得なキャンペーンが来ておりまして、まあ、私はね、こちらで利用することができておりますので、おそらく利用できると思うんですけども、中にはね、ちょっと利用できなかったり、あの、 ゲージがね、あの、1から7まで進んでいくんですけども、それが上がんなかったりね、する方も、まあ中にはいらっしゃるみたいなので、まあちょっとね100、100%もらえるかどうかね、TikTok のキャンペーンなんで、私もわかんないんですけども、もしね、やってみたいよっていう方はですね、毎日ポチポチするだけでね、五千円稼げるのであればですね、かなりね、いいキャンペーンっていう風になりますので、ぜひね、こちらもチェックね、してみていただければなと思います。もらえるポイントね、あの、選べるペイっていう風になりますんで、JAL マイル、ANA マイルもね、い、えー、けますので、ぜひね、 こちらもチェックしていただければなと思いますということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思いますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ